スシュマス・ワラージは、インドの政治家。これまでに、女性初のデリー氏首相、情報放送省、外相、インド人民党会議員団長を務めた。ソニア・ガンディー国民会議派総裁、ジャヤ・ジャヤ・ラディー・タイ・エイドムック党首、マムター・バナルジー・ TMC 党首等と並ぶインドの代表的女性政治家である。1952年2月14日に、バラモンの家庭に生まれる。父親は、 民族義勇団の一員であった。SD カレッジでサンスクリット語や政治学の学士を取得後、パンジャーブ大学チャンディガール校で法律を学んだ。インディラ・ガンディ内閣に対する反対運動のリーダーとして政界入りした後、1977年から1982年、1987年から1990年までハリアーナー衆議院を務め、 1998年には、アタルビハーリー・バージペイ内閣の情報放送省として入閣した。99年の総選挙では、国民会議派のソニア・ガンディ総裁に席拝。2004年にソニアの首相就任が濃厚となった際には、イタリア生まれが首相になったら、髪を剃り白いサリーを着て、 モニフクスと宣言して激しい反対キャンペーンを展開。ソニアが首相就任を辞退する一員となった。2014年のナレンドラモディ内閣成立時に外務大臣として入閣した。ありがとうございます。